いつかあなたを守れるような力をつけてみせるわ。まだまだ特訓中だけどね。はい、どうも、アイメロンです。一気同戦エクストラバーンスと本日もやっていきたいと思います。今日からバーストフェスですね。バーストフェスの、夕暮れの元気ガチャがスタートしました。ピックアップキャラはGさんですね。今日のシリオとなってます。では見ていきましょう。はい、ビジュアルこちら。うん、今回の C さんもかっこいいですね。 C さんはでも最近ほんと外れないですね。あの、一番最初に出た時の C さん、なんかネタキャラな感じですごいがっかりだったんですけど、温泉の湯上がり C さんみたいな感じで、うん、やっぱ C さんはね、かっこいいし、かっこよくあってこその C さんなんで、刃文も綺麗で、今回この刀も結構力入ってる感じです。いや、かっこいい、うん、ビジュアルは当たりですね。はい、じゃあ性能の方はどうなってるのか早速見ていきましょうか。夕暮れの剣気超運支流、闇属性の武器が刀で主演となっております。引き出すスキルが落ち葉の音でいいのかな、落ち葉の音。闇属性投手の通常攻撃と攻撃回数がブーストへのスキル EB の矢ダメージを 15% 上昇。試合のマックスで、あ、そうだ、試合度。一部のキャラが解放されてるのかな、うん、新キャラも、試合度マックスが、20になってますね。はい。試合度20まで解放すると、闇属性投手の通常攻撃と攻撃回数が、偶数のスキル EB のダメージが 36% 上昇と。はいはいはい。で、レベル4で 30% なんで、まあ、多分、1個前に出たバーストチェンジの、孫作を、今回のでね、試合でマックスにすると、まあ、同じパーセンテージの36まで上がるんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあ通常スキル見ていきましょうか。通常スキル一つ目が、難しい。大間が時。60秒間パーティーに残り HP が 5% 以上の時、一度だけ致死ダメージを、HP1 で耐える効果を付与する。追加効果。60秒間自身の回心率を 15% 上昇し、ステータス低下無効を付与する。2回目以降。スキルが剣気の前に変化する。ストック IP が20、消費 SP が100になる。自身が次に使用するスキル EB の威力を 1.5 倍にする。バーストフェスなんで、スキルレベルによってまた効果が付与されますね。スキルレベル2で、持続時間が 120% じゃない、120秒に向上。この持続時間っていうのは、追加効果の回心率上昇の部分ですかね。あ、あとあれか。致死ダメージ、耐える効果の方も、あれか、効果時間か。これが、スキルレベル1だと60秒なのが、スキルレベル2になると、持続時間が、120秒に向上と。で、スキルレベル4になると回心率が 30% に上昇。これは追加効果の回心率 15% が、スキルレベル4になると 30% に向上と。で、スキルレベル7まで上げると、さっき言った、HP1 で耐える効果と、回心率上昇と、あとステータス低下もこうですね。これが、180秒に向上と。で、スキルレベル9まで上げると、2回目以降の効果ですね。2回目以降の、剣気の前のスキル EB の威力 1.5 倍バフが 1.7 倍に向上と。うん。4段階になってますね。はい。これ新しいですね。今までなかったパターン。はい。じゃあ次。一振り二段。敵一体に威力 60% の闇属性攻撃を2回行う。スキルレベル3で回心発生時威力が 1.3 倍になる。スキルレベル5で、威力が 75%、増加 IP が30に向上。スキルレベル8で威力が 90%、増加 IP が40に向上。スキルレベル10、マックスで自身の HP を回復する。回復量は使用者の攻撃力の 5% となる。3つ目、精神統一。
自身のSPを回復する。回復量は視聴者の攻撃力の 5% となる。スキルレベル6で SP 回復が 10% に向上。エクストラバースト。妖刀村正気流。防衛かな？この EB の使用回数は EB の使用以外の方法で増加しない。すべての敵に威力 400% の闇属性攻撃を2回行う。追加効果180秒間自身の行動間隔を 30% 短縮する。180秒間自身の最大 HP を 50% 上昇する。バーストチェンジする。2回目以降。EB が妖刀村正気流光栄連戦に変化する。すべての敵に威力 600% の闇属性攻撃を4回行う。3回目以降、CT が100になる。1回目使用時点で、CT が適用される。となっております。はい。じゃあ、いつも通り、リーダースキルから。リーダースキル、さっきも言った通り、光属性のバーストチェンジの孫作と同じですね。それの闇属性バージョンと。おそらく倍率も、サレ倍率も多分変わらないですね。はい。まあ、なんで、通常スキルと EB が偶数攻撃回数ということですね。はい。まあ、孫作の場合はね、光属性で最強の相棒の、学祭のね、学園祭のお姉さんがいたので、その相乗効果もあってね、すごい、今猛威を振るってますが、まあ、ただ闇属性の方もね、結構偶数回数、キャラ多いんですよね。うん。まあ、僕、結構持ってないキャラもいるんで、まあ、僕の持っているキャラだけでのあれになっちゃうんですけど、まあ、例えば、威力ですね。バーストフェスの力。まあ、これが、相方としては最有力候補かなと。あ、まあ、ダメランでですね。うん。あ、まあまあ、スコアタでもいいんですけど。SP じゃないな。EP さえ足りれば。うん。特にダメランですね。ダメランだと、うん。まあ、特に相性いいかなと。まあ、通常スキルも、偶数回攻撃だし、うん。エクストラバーストもね、2回攻撃なんで、スキルもね、EB もどっちも乗ると。まあ、なんで、相性はかなりいい方かなと、思いますね。他には、バーストベースの定位とかも相性いいですね。定位も通常スキル全部偶数回で、エクストラバーストも、偶数回攻撃なんで、はい、どっちも乗りますね、今回の C さん。はい。あとは、水着のお姉さんとかもいいですね。水着のお姉さんもスキル EB ともに、偶数回攻撃と。さらにスキル3が CT0 なんで、まあ、基本通常攻撃しないで、SP ある限りは、スキルのみでの攻撃になるので、うん。だからまあ、もろ乗りですね。まあ、いわゆる学祭のお姉さん的な立ち位置と言っていいんじゃないかと。まあ、なんだろう。その、まあ、全体のね、火力は、うん、学祭のお姉さんには劣っちゃうんですけど、まあ、結構ね、昔のキャラとはいえ、この水着のお姉さんもね、ちゃんと育成進んでいるのであれば全然現役で、ダメランであればね、まあ、今回の C さんと合わせればかなり、なんだろう、火力アップできるので、全然選択肢には入ってくるかなと思いますね。あとコストが安い分ね、EB のレベルも上げやすいので、うん。全然ありなんじゃないかなと思う。同様に、孫作もですね、孫作も偶数回攻撃なんで、で、さっきのお姉さんと同じ、スキル3が CT0 で、EB もね、偶数回攻撃なんで、孫作ももろ乗りですね。まあ昔からなんですけど、この孫作とね、お姉さん、すごい似てるんですよね、キャラの特性が。うん、まあなんでどっちでもいいんですけど、まあ、うん。育成、積んでたら、ほんとどっちでも、組み合わせられるかなって感じで。うん。サブパーティーに置いておくのもありですよね。さっきの C さんと一緒に。まあ、そんな感じで結構相性いいキャラ多いんで。孫作って、ちょっとナナイルに似ているのよね。まあ、汎用性は高いリーダースキルかなと。メインパーティー、サブパーティー、どちらでも使える、リーダースキルなんで、非常に使いやすいですね。はい。で、じゃあ通常スキル見ていきましょうか。通常スキルが今回かなり癖ありなんですよね。僕も一回読んだだけじゃちょっと意味わかんなくて。うん。何回も読み返しちゃったんですけど。うん。
まあ、なんですかね。まあ、消費 SP がとにかくでかいと。1個目のスキルはいきなり200消費と。で、2個目のスキル、まあ1個目のスキルでまず200消費して、まあ、もろもろのバフをかけるんですね。HP1 で食いしばりをかけるバフをパーティーにかけたり、あとは自身に関心バフと、ステータス性科目をバフですね。これは1回切りですね。うん。まあ、なんで、スキルレベル1だとね、持続時間60秒しかないんで、まあ、ダメなんでね、最後までバフ持続させたいってなったら、スキルレベル7まで上げる必要がありますね。そうすれば180秒間維持できるんで、まあ、ダメランでもね、火力落とさずに、出し切ることができると。いった感じですね。はい。で、ここでいきなり SP を200使って、でさらに2つ目のスキル、威力はね、スキルレベル1だと、まあ、60% かけるに120です。合わせ、あ、合計でね、120% しかないんで、大した威力じゃないんですが、これも SP100 使うと。うん、威力しょぼいのに、なんで、こんな SP 使うんだって感じなんですけど、これが今回の C さんの特性で、そう。だから SP 借りちゃうんですよ、このキャラ。借りるんですけど、3つ目のスキルですね。3つ目のスキルで SP を回復することができると。で、回復量は使用者の攻撃力の 5%。5% だと、まあ、ちょっとしょぼいんですよね。攻撃力、まあ、マックスまで規制して4900ですね。うん。で、武器、武器込みの攻撃力で大丈夫だと思うんで、まあ、そうですね、4000、まあ、頑張ってね、トロフィー積みまくって4000上げたとしても、まあ、9000が限界かなと。うん。専用武器マックスまで上げてね。で、9000まで上げると、まあ、5% 回復すれば、まあ、450SP 回復すると。うん。だから、まあ、長期戦で使いたければ、ダメランドで使うことを想定するなら、スキルレベル6までやっぱ欲しいとこですね。うん。6まで上げれば、回復量倍になるんで、攻撃力9000まで上げられれば、まあ、900SP 回復するんですよね。うん。やっぱり450回復と900回復じゃ大きな差があるんで、まあ、CD0 なんで、無限に回復はできるんですけど、やっぱり回復一回挟む分、行動がね、一回消えちゃうんで、直線になればなるほどね、そのロスは結構大きくなると思うんで、まあ、ダメなんでね、最大限活躍させたいってなるなら、やっぱりスキルレベル6までは欲しいかなと。って感じですね。で、6まで上げると、まあ、だいたい800から900ぐらい、しっかり、ね、武器がっつり積めば回復できるんで、まあ、そうするとね、うん、まず最初に300消費して、その後はスキル1、2を SP つけるまで分回すって感じになると思うんですけど、うん。で、スキル1は2回目以降は、スキル EB 1.5 倍バフがつくんですね。ただこっちも SP 消費100なんで、結構でかいんですよね。で、バフをつけて2回、2個目のスキルで、ダメージを与えると。だから、バフつけて攻撃する。だから1回攻撃するのに2回行動しなきゃいけないんで、まあ、結構、なんだろう、鈍速なんですよね。攻撃の手数が少ないキャラではあるんですけど、まあ、ちゃんとね、SP 確保して 1.5 倍バフ乗せて、2個目のスキルね。で、さらにスキルレベル3から 1.3、威力 1.3 倍になるんで、でやったらまあ、なんだろう、一発の威力は結構出ると思うんですよね。その敏捷性も135で、まあ、そんな低くはないので。まあ、そうやって、なんだろう、SP 回復して、1.5 倍バフつけて、2個目のスキルで殴るっていうのを繰り返すと、うん。で、これもやっぱり、スキルレベル上げると威力が上がったり、1.3 倍、威力 1.3 倍になったりで、やっぱり長期的に見るとね、この差が大きくなってくると思うんで、だからダメランで使うんだったら、うん、やっぱりスキルレベルね、できるだけ上げられた方が嬉しいと。で、さらに、今回、この2個目のスキル、スキルレベルマックスまで上げると、自身に回復までつくと。回復量は攻撃力の 5% なんで、うん。まあ、まあまあまあ、まずまずの回復量なんで。これさえつければもう落ちることはほぼないかなと。1個目のスキルのね、1回耐えれる効果も相まって。もうカチカチですね。中上とは思えない耐久力を誇ると。で、さらにね、こちらも、食いしばりのバフも、
回復のバフも、バフっていうか回復も、全部通常スキルでね、完結するんで、サブパーティーでも使いやすいと。サブパーティーでも、性能が、まあ、そんなに落ちることなく、使えるという点もでかいですね。リーダースキルもね、サブでもすごい使いやすいんで、だから今回のね、このシーズンすごい汎用性が高いと。少なくともダメランは本当にどこに置いても強い、といった感じですね。さらに闇属性の他のチュレットの相乗効果も、まあ、さっき挙げたキャラだと期待できるんで、うん、本当に使いやすいキャラに仕上がってますね。だからすごいスキルレベル、ダメランで使うのであればスキルレベルを上げる価値が非常に、まあ、高いキャラになっているかなと。いった仕様になってます。で、エクストラバーストの方が、うん。これはもうなんか孫作みたいな使い方ですね、バーストチェンジの。まあ、1回目の威力は低いんですけど、まあ、どっちかというとね、バフが目的かなと。うん、1回目使うと、行動、今回のシーサー、行動間隔短縮と、まあ、最大 HP が上がる、となってますね。うん。最大 HP 上昇っていうのが今までないパターンでしたね。だからこれも相まって、うん、回復できるようにしとけば、もう本当に、とてつもない。下手したら、前衛より硬いんじゃないかってぐらい、まあ、耐久性の高いキャラが完成すると。メインパーティーで言ってもですね。はい。で、行動間隔も短縮されるんで、うん、さらに、手数が速くなるということで。あ、だからダメランで使うなら、まあサブパーティーで置いてももちろん強いんですけど、うん。メインパーティーで使えばね、さらに行動感覚短縮もつくんで、うん、めちゃくちゃ強そうですね。はい。で、1回目はね、CT0 なんで、EP さえあればね、即2回目を打つことができると。で、2回目になると、孫作同様、威力がね、跳ね上がると。600×4 になるんで、うん。だから EP レベル上げなくても、2400%。出せると。でさらに EB レベルを上げれば、レベル4まで上げれば威力最大化されるのかな。あ、でもそっか、1回目の考えたらレベル5まで上げると、600×2 プラス 800×4 ということで合計 4400% まで出せるんですね。さらに EP プラス500もつくんで、まあ、2発合わせてね、まあ、1500、TP 消費1500で 4400% のダメージを出せると。で、さらに、今回の C さんは、自前で 1.7 倍バフ、まあ、スキルレベル9まで上げれば 1.7 倍バフまで持つことができるんで、だからまあ、創作以上のね、ダメージを期待できるかなと、いった性能になってますね。さらに偉いのが、スキルレベルじゃないや。スキル1で 1.7 倍バフつくんで、孫作はスキル3で、1.5 倍バフかながつくんで、なんだろう。まあ、最大火力出し切るには、スキル二巡させないといけないんですよね。だから、どうしてもね、スコアタで使うってなると、孫作のね、最大火力出すまでにちょっと、時間がかかってしまうので、だから、必ずしもダメランでね、ダメランじゃないよ。スコアタで最適なキャラの場合じゃないパターン、うん、がどうしても出てきちゃうんですけど、今回の C さんはスキル1で 1.7 倍バフつくんで、スキル1使った瞬間、まず1回目使って、あ、でもそうか、CT リセットがないのか。あ、そうだ。勘違いしてた。スキル1、そっか。全スキルの CT リセットがないから、1回しかだから乗せれないのか。1.7 倍バフは。あ、でもそっか。あ、なんかややこしいな。あ、でも早いわ。うん。いや、ごめん。早くないわ。なんか、全然考察しないで喋ってるから。そうか、そうか。1.7 倍バフつけるには、まず1回目、スキル1を使って、で、でも2回目どっち打つんだろう。スキル1使った後もう一回スキル1使ってくれるのかな。スキル1使った後スキル2行っちゃってもう一回スキル1だとちょっと遅い。うん、けど、スキル
L12 が CD0 だからどっち優先して使うかによってちょっと変わってきますね、評価が。これがスキル1使って、一旦食いしばりのバフと、回心率とステータス成果のバフかけた、あとすぐ2回目の 1.5 倍バフを使ってくれるなら、うん、Cさんの方が早いんですけど、このバフかけた後1回ね、2個目のスキル使っちゃうと、結局、その3回目でまた1回、1個目のスキル1を使うことになると思うんで、そうなると損策と打つ速さ変わんなくなっちゃうんですよね。うん。まあ、ただ、まあ、仮にそうだとしても、でそれで 1.7 倍バフで1回目の EB 使いました。で、まあ多分その時点でまだ SP 余ってると思うんで、1.7 倍バフ消えた段階でもう一回スキル1を使ってくれるのであれば、うん、またすぐね、EP さえあれば2発目の EB 打てるんで、まあやっぱりそれでも忖度よりは全然早いですね。うん。まあ、理想としては1個目のスキルをまず2回使ってもらうと。バフかけて、でさらに 1.5 倍バフ、ないし 1.7 倍バフまでつけると。で、EB 使って、1.7 倍は消費されたら、またスキル1を使ってくれるっていう、プログラムになってたら、うん、孫作よりもかなり、スコアタ向きな性能、かなって言えますね。ちょっと何言ってるか、もしかしたら伝わらないかもしれないですけど。うん、まあでも言いたいのは、まあ、孫作よりも早く最大火力を出せるっていうことですね。うん、まあ、だから、そういう意味じゃ、スコアタでもね、すごい強いキャラかなと。で、さらに伸びしろもすごいんで、EB レベル1でも、まあ、合計、3200% かな ?800×。2400だな、そうですね。3200%。で、さらに、EB レベルマックスまで上げれば、まあ、4400% まで上がるんで、おそらく現行のキャラと比較しても、一番じゃないかな。多分 EB レベルマックスまで上げた欲とか、正月カウントとかと比較しても、多分最大火力、今回の C さんの方が上回ると思うんで、うん。だからまあ正直ケチつけるところがないんですよね。ダメランではほんとどこでもメインでもサブでも使いやすいし、強いし、うん、スコアタでも、マックスまでね、育成すれば間違いなく、カーン、力を上回る火力出せると思うんで、で、さらにね、EB レベルマックスまで上げれば EP500 もついてくるんで、まあ、実質 EP 消費1500でね、4400%の、火力出せるようになるんで、1.7 倍バフ付きでね。まあ、条件付きですけど。まあ、なんで、うん、まあ、取らない理由ないかなと。特におすすめなのが、おすすめ、どういう人におすすめできるかっていうと、現行のね、バーサフェスの力だったり、正月カウンの育成がまだそんなに進んでない人ですね。そういった人であれば、今回の C さん一人育成しておけば、間違いなくその二人よりも、高いポテンシャルをね、出せる、キャラが誕生するので、今回の C さんですね。だから、うん、素材はね、結構余ってるけど、まだ、ギフとか、タウンの育成がそんな進んでないって人はもう、もう今回の C さん、絶対、取って、育成した方が、うん、僕はいいと思います。逆に悩ましいのがその逆ですね。現行のカウンとか、正月カウンとか、ファーストフェスの玉、もうスラッチ切っちゃってる人は、今回のシースさん、うん、取る人、悩むんじゃないかなと。うん、もちろんね、最大値、能力のね、引き出せる最大値で比較したら今回の C さんの方が上なんですけど、まあだから今回の C さんのデメリットをあえて挙げるとすれば、まあコスト35の投資なんで、
まあ、育成コストが非常にかかると。まあ、スキルレベルは変わらないんですけど、EV レベルですね。やっぱり EV レベルを上げるっていうのが、まあね、結構、時間も経って、極意もね、比較的集まってきてる人は多いとは思うんですが、それでもね、入手難易度は結構、未だ高いままなんで、うん。そうですね。だからまあ、やっぱりカーンとか C さんはね、C さんじゃないよ。玉はね、コストが1段階低いので、うん。まあ、それはそれでね、EB レベル同じで比較するのもなかなか酷だと思うんです。だから、スキルレベルは、まあ、お互いマックスで、EB レベル1の C さんと EB レベルマックスの、まあ、カーンとか、バーストフェスの、玉とかと比較したときに、じゃあどっちが強いかっていうと、まあ、これはね、正直、僕の経験と感覚だけで喋っちゃうんで、かなりうさんくさくはあるんですけど、あんまり差ないかなって正直思ってるんですよね。うん。下手したら、ちょっと劣るかもしれない。玉とかカーンに。玉とかカーンって、なんだろう。最大火力がもう出しやすいんですよね。もう EP の問題さえクリアできちゃえば、すぐ出せるのに対して、まあ、今回のシーズンはちょっと条件がつくじゃないですか。スキル1があって、1.7 倍バフつけて打って、で、もう一回 1.7 倍バフついたタイミングで、2回目打つ、ね。まあ、前衛を、K ちゃんとか入れてね、まあ、その時短を測ることはまあできるんですけど、まあ、そういった、こうね、一手間を加えないと、あ、まあ、もしくはあれですね。弁慶とか。で、まあ、時短を測ることは可能なんですが、まあ、そういったね、ちょっと、一手間を加えないといけないのに対して、まあ、やっぱり、F とか缶は、うん、ただ打つだけでいいんで、そういったね、手間がいらないと。で、さらに消費 EP に関しても、まあ、缶は、まあ、1750、EB レベルマックスで1750なんで、うん。まあ、EP 消費に関しては、まあ、でもそうか、EB レベル1で比較したら、今回のシーズンは2000消費しちゃうから、それでもね、EP 消費の面でも、やっぱりその二人に劣るし、玉はね、さらに EP 消費を抑えられるんで、だから、EB レベル1と、で比較しちゃうと、さすがに現行のね、育成完了してる玉とかカウンにはちょっと僕は劣ると思うんですよね。火力は多分そんな変わらないと思うんで。となると、ま、別に今回の C さんいなくてもいいかなと。ダメランに関しても、やっぱ優秀なキャラすでに闇寄せ多いんで、それこそ、玉なんかはね、ダメランでも強いんで、それにダメランはね、まあ、とりあえず、2000万到達すれば、一通りの報酬はね、すべて、もらえるんで、そこまでガチらなくてもね、いい、対象というか、イベントではあるので、まあ、なんだろう。あまり今回の C さんに、そこまでの特別感がない。これがね、別の属性だったら全然話変わってくるんですよ。例えば、今回のこの C さんの性能で水属性で出てたら、もう 100% 取りに行ってましたね。てかもう誰にでもおすすめする。うん。てか絶対取らなきゃ、もうやばいレベル。水属性ってやっぱりスコアった向きのキャラが未だにいないっていうか少ないんですよね。そう。それでこういうね、瞬間火力の出るキャラが、出たらもうほんと代替が効かないんで、もう絶対取っときたいキャラに押せるんですけど、本来のシーズンは闇属性で、闇属性って正直一番充実してる属性なんですよね。ダメランでも強いキャラいっぱいいるし、スコータでも強いキャラいっぱいいるし、実際ね、無属性とかでやると、もうほとんどの人が多分闇属性でやってると思うんですよね。やっぱり全属性の中で一番、スコアが出しやすい。うん。効果力のキャラが揃ってる属性なんで、その属性の中で、まあ、今回の C さんがいても、そこまで、C
特別感がないというか。あ、ただね、最大まで育成すれば、その、一番現行、強いキャラが揃っている属性の中でも最強になれる、ポテンシャルを持ってるって時点で、やばいキャラではあるんですが、やばいキャラ、強いキャラなのは間違いないんだけど、うん。ちょっと闇属性の中に入っちゃうと、その価値がちょっと薄れちゃうかなと。って感じなんですよね。結局このゲーム、人属性だけ極めても、結構ね、属性、相手の属性とのね、相性で、能力かね、評価が、相対的にね、大きく変わってしまうので、そう、だから、闇属性だけ強いの持ってても、まあ、しょうがない、いや、しょうがない部分あるんですよね。特に僕は結構平均的にやるタイプなので、どっか人属性だけ強くするっていうやり方じゃないので、そう。結構ね、カリンコの C さん取ったとしても、育成ちょっとためらわれるんですよ。うん。やっぱりコストもかかるし、うん。同士の支援もいっぱい使わなきゃいけないし、うん。現行のね、カーン、力以上の、性能引き出そうとしたら、同士の極意もね、使わなきゃいけないしで、うん、ちょっとね、そこまでか、コストをかける勇気がないという、のがまあ本音なんですよね。はい。なんで、まあ、間違いなく強キャラ、うん、それは間違いないんですが、はい。まあ、僕はね、あえて今回ちょっとスルーしようかなって、やってます。で、いつもはね、スルーするでも、とりあえず、とりあえずね、バーストフェスの時とかは、あれだけの流玉、突っ込んでたんですけど、ちょっとね、最近マジで引きが終わってるんで、これやってると、もうほんと毎回流玉空になって、うん、引きたい時に引けなくなっちゃいそうなんで、今後はね、ちょっともう、スルーするって決めたら、もう、回さないでおこうかなと。はい、思ってます。だからなんかもうガチャ動画じゃなくなっちゃうんですけど。うん。ただの解説動画になっちゃうんですけど。ちょっとそこは、はい、ごめんなさいってことで。はい。なんで、ちょっと今回の C さんは、めちゃくちゃ強いんでめちゃくちゃ欲しいんですけど、ちょっと回さずにスルーしようかなと。はい。なんで、まあ、ガチャ回さないんですが、まあ、全然代わりにもならないんですが、アイテムガチャ、回しなかったんで、これサクッと、10回回して、とりあえずガチャ終わろうかなと思います。はい。今回はでも、財布だけなのかな？買うのは、遊具ショップになかったんですね。まあ、だから無料分だけ、もらった分だけ回して終わりですね。はい。同士の教えとか出るのかな？まあ、確率でもさらに低いだ。さらに低いだ。あ、でも、1個は確率でもらえるんですね。穴どこは、そこそこ出るぞ。まあ、でもね、やっぱり老子の教えですよね、シーザー。ロボ。お、出た！やった！1個出た。いや、全然1個でも嬉しい。結構薄いと思うんだよね、確率。ロボ。ラスト。あ、ワンチャンもう一回。いけないか。ダメー。まあまあまあ。今引けたんで、よしとしましょう。これだけかな？はい。私は流浪の戦士レイナ。自分の力を試すために旅を続けているの。ということでね、僕のホーム画面レイナはまだ続くと。うん。じゃあ、あと何？前回のイベントか。前回のイベントと、終わったって見たっけ？見てないっけ？もうちょっと記憶が曖昧なんですが、まあ一応見てじゃ終わりますか。イベントじゃ前回のイベントは。はい。これもね、良かったですね。キャラどっちも。うん、まあ、取れなかったですけど。はい。なんで、イベントなしでやったんでね。
あとおにぎりいっぱい使いましたが、ランキングは143で、まあ、200位に入れたんで、まあ、OK でしょうと。え？ダメランか。ダメラン17位。全然振るいませんでしたね。いや、気絶がうざかったね、今回。うん。まあ、そんなやり込んでないんですけど、正直2回か3回くらいしかやってないんですけど、まあ、ちょっとね、10位以内だと4000万か最低。ちょっと届きそうになかったんです。結構早々に諦めちゃいましたね。はい。うん。まあ、ダメランで強いキャラ詰め込んだんですが、うん。逆に上の人たちどういうあれだったんだろう。あ、まあ一緒か、でも。うん。まあ、ほぼほぼ似たような感じかな。まあ、僕のイベントキャラはいないぐらいか。ああ。ほぼ一緒かね。ああ、まあ、そうか。だからまあ。これも考えたんですよね。孫権、ハロウィン孫権の代わりにメインパーティーに、ドーマを入れて、上代中央対策をすると。EB、ドーマの EB はね、30秒ぐらいかけな。ちょっと時間忘れたけど、状態以上にこう付与してくれるんで、まあ気絶をね、防ぐことができると。まあとはいってもね、CT100 秒なの、ドーマの指は。だから全部結局防ぐことはできないんで、そんならもう、食らう覚悟で、思いましたが、まあその結果がこれということで、まあ全然振るいませんでしたと。まあ、ただね、結構ね、もう、コツ35人になって最大がね、強いキャラいっぱい出てきたんで、もう2000万にとりあえず届かせるのは結構昔に比べてね、だいぶ楽になってきたんじゃないかなと思いますね。まあ、とりあえず、その時のイベントキャラゲットできてれば、まあ、そのキャラ使うだけでも、まあ、2000万いかせるのはそんな難しくないかなと。50位まで見ても、もう余裕で2000万超えてるんで、多分ほとんどの人、もっとね、下、全然100人ぐらいは、2000万超えててもおかしくないぐらいかな。で、ダメなんじゃこんな感じで、あとスコアとか。冒険者たるもの。スコアタは、無属性でしたね。武器種縛りだけと。武器種が、縦槍暗記、拳、大剣、激精霊ということで。どんなんだったっけな。あ、闇ですね。そうな。まあ、闇の人がほとんどじゃないかなと。まあ、僕の場合は、カーンですね。僕、旅風が全然育ってないんで、まあ、カーンも育ってなかったんですけど、そう。まあ、どっちが育ってるって言ったらカーンなんで、カーンを島に、メインパーティーにしましたと。まあ、といってもやっぱ無属性だとね、弱点属性じゃない分、威力がね、いつもより出ないので、瞬殺できなくて、あまりスコア伸ばせてないですね。一応カーンの EB レベル上げたり、あとサブパーティーのね、消費、ずっとスキルレベル、なんか 2とか3とか、上げないで使ってたんですけど、まあ、結構ね、ローシーの支援も溜まってきたんで、一気にね、スキルレベル9まで上げたのかな？あの、闇属性、耐性低下 30% つくところまで上げて、まあ、かなりね、強化はしたんですけど、それでも、ね、瞬殺はできなくて、ちょっとスコアね、伸び悩んで、てしまいましたね。まあ戦い方としては、まあメインパーティーでね、まず孫作で、まあ、EB プラス500と、あと余ダメージアップと。で、中衛の C さんでさらに余ダメージアップと。で、さらに後衛のメナスで余ダメージアップ。で、高倍率ね、余ダメージアップ3つつけて、カウの火力の最大化を狙って、まあでもそれでも倒しきれないんでね、反射ダメージで、まあ、死ぬんですが、カーンは。今回のメナツのね、EB、復活効果がね、飛んで、まあ復活できてね、非常に
使いやすくなったんで、とどめじゃなくてもね、打てるようになったんで、まあ、それを利用してね。格殺範囲じゃなくても、まあ、缶打ってるんですが、まあ、倒しきれず、まあ、その後ね、ぐだぐだとちょっと時間かかっちゃって、結局、どれぐらいだっけ自分の今の服。うん。私は自由になりたいの。今、9位ですね。124万1000ってことで。うん。だから全然、1、2、3円あたりからはかなり離れちゃってるんで。10位どうだろうな。まだ週末がね、残ってるんで、残れるかかなり微妙なラインですね。で、実はここからさらに順位上げれるかっていうと、8位の方ともね、溝微妙に開けられちゃってるんで、結構ね、編成大きく見直さないと、ちょっと、中堅ラインですら届きそうにないんで、まあ抜かれたら抜かれたですかね。はい。そうだ。で、今回無属性なんですけど、闇。あ、光。光もね、僕やったんですけど、光、伸びなかったですね。孫作もね。だからまあ、結構火力は出せる方なんですけど、EB レベル僕上げてないんで、孫作の。どうしてもね、闇ほどの火力が出せなくて、諦めましたね。あ、この方火ですね。火は珍しい。火でこれだけ出せてるのすごいな。まあ、一番簡単なのはやっぱ闇ですね。まあ、ほとんどの人、あ、火も、もう一人いた。この方も火ですか ?8 位の方ですね。すごいな、火で出せるの。あ、そっか。アイドル魚風か。そっか。後衛のバッチに不特定耐性、がっつり下げて。消費は EP プラスのためだけに入れてるって感じ。まあでも僕は真似できないですね。はい。まあ闇が一番出しやすいかなと思います。はい。なるほど。まあ7、8割は、7割ぐらいは闇でしたね。はい。何よ、変なとこばっか。これも特訓の一つなのかしら？はい。まあ今までずっと動画上げてきたんですけど、なんとガチャ回さずに終わるというね、まあ、初の暴挙を犯したわけですが、しかもね、スルーしたのが、間違いなくめちゃくちゃ強いキャラなんで、ちょっとね、後々後悔しそうな気がしなくもなくて、戦々恐々としているんですが、ちょっとね、ここは我慢かなと。やるべき時に備えて、っていうのもね、今結構またバーストフェスの2周目というか、バーストチェンジという形で出てきてるじゃないですか。僕は天意にちょっと全力を出したいんですよね。はい。結構ね、バーストフェスの時でも天意比較的早めに来たんで、まあ、今回もね、ちょっと天意早めに来てくれることを祈って。待ってるんですよね。ただずっと中衛できてるんで、これで天衣全衛後衛で来られたら本当悲しいんですけど、まあめちゃくちゃ強かったらいいんですけどね。まあちょっとね、まだポジションもどこで来るかわかんないんですが、ちょっとね、天衣来るのをずっと祈ってるんで、で、その時のためにちょっと備えておこうかなと思いまして、今回は、はい。無事の決断ですが、スルーとさせていただきましたと。はい。まあでもほとんどの人にね、おすすめできるキャラなんで、今回は。まあ、取れる人はね、ぜひ取っといた方がいいかなと思います。はい。じゃあね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次回、バイ。